はい。皆さんおはようございます。長尾隆です。えー、今日は皆さんにですね、お詫びを申し上げなければいけません。えー、毎週日曜日7時30分からお届け配信をしております、朝から生隆しライブ配信ですが、本日はあのお届けすることができません。申し訳ございません。と申しますのは、あ昨夕ですね、 えー、今日午前中にあの大阪について、えー、いなければならぬ、うーまあ、ちょっとスケジュールが急遽入りました。えー、ですから、あの今あの、東京の自宅なんですけれども、えー、これからあの大阪に向かわなければいけません。えー、その時間帯がちょうどあの配信に重なってしまうということであります。まあ、午後はですね、 えー、安倍晋三元総理をお招きして、えー、大阪で、あの、選挙区で戦います、松川類の決起集会を予定しております。で、その後のね、予定が、ちょっとまだ、あの、ふわふわの状態なんですよ。東京に戻ってこなきゃいけない、可能性もあるし、大阪の予定が、 入るかもしれないということでございます。で、ついては、えー、今朝の朝から生たかしを、今日の夕方か夜か、えー、あのー、ゆるっとちょこっとな話に変えさせていただければなと思っております。本当に申し訳、えー、ございません、えー。ということで、あのー、今日は、あのー、朝から生たかし、えー ま、あの、動画のアップロードという形で、ライブ配信ではありませんでしたが、お楽しみいただいていた皆さんには、本当はあの、お詫びを申し上げたいと思います。本当にどうもすいません。それでは、あの、大阪に行って参ります。どうぞ皆さんも、良い日曜日をお過ごしいただきたいと思います。夜夕方の件は、あの、通知欄ですから、 あの、ベルマークのところをちょっとつけていただければ、またあの、コミュニティ欄にもね、ちょっと告知したいなと思っておりますので、お許しいただきたいと思います。えー、ありがとうございました。本当に申し訳ございません。行ってまいります。